オートキャドはオートデスク株式会社が開発する汎用のカナダドルソフトウェア。1982年最初のバージョンである1.0が発売された。建築、土木、機械分野をはじめとして汎用カナダドルとして多く利用されている。米国製の汎用の 2D、3D カナダドルでオートキャド及びオートキャド LT、それに各種専用機能を備えたオートキャドメカニカルなど、 業界向け製品がある。データフォーマットの DWG と中間フォーマット DXF は多くのカナダドルでデータ交換に利用されている。カスタマイズするための API が Autolisp、o b j e c t a r c VB.net などと充実している。十数カ国の言語に翻訳され世界中で利用されている。Autocad は1982年に 2D、 3D の汎用カナダドルとして発売される。他のカナダドルメーカーと差別化するため、データフォーマットと API を公開し、オ t o c a d をベースに専用アプリケーションの開発をサードパーティーに呼びかける。その結果、オ t o c a d をベースに様々なアプリケーションが開発され、そのアプリケーションの普及と同時に、オ t o c a d が一緒に普及するビジネスモデルを構築。 そのオープン戦略に徹したことが市場で受け入れられ1990年半ばまでには世界中で大きなマーケットシェアを獲得することになった。このカナダドルのプラットフォームの提供に徹するという方針を1997年のソフトデスク買収をきっかけに戦略を転換する。その後多くのサードパーティーを買収することにより、 業種向けの専用カナダドルを提供するようになる。そして、2016年、ライセンスの提供方法を従来の永久ライセンスから期間限定のライセンス方式に全面的に移行するなど、クラウドに向けまたその戦略を大きく転換した。2018年、オ t o c a d 2019で、オ t o d e s k はオ t o c a d 本体に、その派生製品であったオ t o c a d アーキテクチャー。 オートキャドエレクトリカル、オートキャドメカニカル、オートキャド MEP、オートキャドマップ 3D、オートキャドプラント 3D、オートキャドラスターデザインを統合した。なお、オートキャド P&ID は廃止され、オートキャドシビル 3D は、オートデスクシビル 3D に改名されて存続した。オートキャド LT とインベンター LT のセット版である、インベンター LT スイートも存在したが廃止となった。 オートキャドの互換製品では1998年にビジオ社が販売したインテリクード98が初期の製品としては有名。その後、ビジオ社がマイクロソフトに買収されることによりインテリクードがオープンソースとなる。そのオープンソースを管理する団体の会員になった企業がインテリクードのプログラムをベースにした互換カナダドルの製品を開発し、それが 世界各国で販売されるようになる。日本では、インテリジャパンが2001年に愛知インテリクードとして、国産初の五感カナダドルを発売。その後、コストエレクトロニクスが、コスモインテリクードを、サイバーデザインラボがクセリクードというブランドで、五感カナダドルを販売した。オートキャドの五感カナダドルは、インテリクードをベースにしたものが主流となってきたが、インテリクードとは異なる製品として、 ドイツのアリーズがある。これは、インテリクードのプログラムを利用しないで開発された製品である。ただ、オートキャドのデータにアクセスするツールは、共にオープンデザインアライアンスが提供する DWG ツールセットを採用している。この DWG ツールセットは、オートキャドのデータを読み書きすることができるもので、オートキャド以外のほとんどのカナダドルメーカーに採用されている。 以前はオートキャドのデータを読み書きできるだけで五感カナダドルという言い方をされたこともあったが現在はデータの読み書きだけでなくコマンドや操作性の互換性も高くないと五感カナダドルとして言われなくなっている2010年代になると海外製の有力な五感カナダドルが日本市場に参入するようになり五感カナダドルという製品の市場での認知度も高まる 特に2017年になるオートデスク社がオートキャドの永久ライセンス販売を終了したことで一気に注目度が高まった。2020年現在、日本ではインテリジャパンの IC ラーディアレスカド、ブライシエスカディズツーカディドラフトサイトなどが入手できるが、二次元カナダドルへの投資を抑えたい企業や個人のニーズと合い、これらの互換カナダドルの利用も増加傾向にある。 A.B.Only One AutoCAD FAQ AutoDesk 2018年4月3日。AutoCAD P&IDs No Longer Available AutoDesk Hot New Subscriptions to Inventor LTRE No Longer Available AutoDesk. ありがとうございます。